お姉ちゃん、今日一緒にいたの誰？めっちゃ背の高いイケメン。釣り合ってなさすぎて思わず二度見どころか三度見しちゃったんだけど。いきなり連絡してきたと思ったら何？今日一緒にいたのって何の話？とぼけんじゃないわよ。今日繁華街で一緒に歩いてるの見たんだから。繁華街？もしかしてお昼頃？あそこにあなたもいたの？ちょうど彼氏とのデートに行く途中だったんだよね。待ち合わせの時間があったし、予約してたランチの時間もあったから、お姉ちゃんを尾行できなかったのがマジで心残り。尾行？予定がなかったとしてもそんなことしないでよ。で、あのイケメンはどこの誰？それなら会社の人よ。会社の人？会社の同僚で今同じプロジェクトやってるの。彼がプロジェクトリーダーで、私がその補佐役みたいなことしてるから。今日はそのプロジェクト進行に必要な出張があって、その合間にお昼ご飯を一緒に食べたってだけだけど。それじゃあお姉ちゃんの彼氏ではないってこと？彼氏じゃないわよ。私今彼氏いないもの。だよね。あんなイケメンがお姉ちゃん選ぶとか、店長ひっくり返っても無理だし。っていうか、そもそもお姉ちゃんみたいなブスに彼氏ができるとかマジありえないもんね。私のことをバカにしたくて連絡してきたならもういい？今日は一日中外回りで疲れてるの。そうやって現実から目を背けるのやめなよ。お姉ちゃんはブスだからずっと彼氏いないもんね。どうせあのイケメンにも相手にされてないんでしょ。相手にされるも何も彼とは仕事仲間だって言ってるでしょ。はいはい、どうせ自分には手が届かない高嶺の花だから仕事仲間だって言い聞かせて諦めようとしてるんだよね。身の程をわきまえてるって言えば聞こえはいいけど哀れだわ。その点私はお姉ちゃんと違うからね。言っておくけど、彼のこと紹介してって言われても連絡先は教えないからね。あ、なんだよ。お姉ちゃんと違って美人な私なら、高嶺の花だって諦める必要はないのよ。むしろ、ベストカップルナイスマッチングって感じじゃない？そんなベストカップルのキューピッドにさせてあげようって言ってるんだから感謝してほしいくらいよ。キューピッドになりたいと思ったことないから。それに彼は今いろいろ忙しいの。余計な手間をかけさせたくないわ。余計な手間って何よ。彩香の相手なんて余計な手間っていうか無駄な時間でしょ。何それ腹立つ。私が美人だからって妬んでるわけ？は？美人の私なら彼とお近づきになる可能性は大いにあるもんね。お姉ちゃんと違って、私にできて自分にできないのが悔しいからって意地悪しないでよ。意地悪とかそういうことじゃないんだけど、何にせよあなたに彼は無理よ。やってみないとわかんないでしょ。お姉ちゃんが教えてくれないならいいわよ。自力でなんとかするし。自力って何をするつもり？お姉ちゃんと同じ会社に勤めるプロジェクトリーダーだってことはわかったから、あとは会社の前で張ってればいいんでしょ。まあ余計なこと言ってしまったわ。お姉ちゃんってブスだけどいいとこに就職してるし、その中でもプロジェクトリーダーになれるってことは間違いなくエリート会社員。私の相手にするには十分だわ。会社前で私を見かけても放っておいてよ。ちょっと待ちなさい彩香、あなた彼氏がいるんでしょ。バツナギの彼氏のこと？バツナギ？顔は好みだったから付き合ってたけど、いつまでたってもアルバイトなんだもの。ありふれたレストランチェーンの大学生とか高校生でもバイトできるとこよ。そんなアルバイターと将来なんか考えられると思う？それよりエリート会社員との方が将来バラ色間違いなし。こんな LINE してる場合じゃなかったわ。さらに女を磨くためにとりあえず美容室とネイルと松江区予約しなきゃ。あやか、本当に彼は今仕事で手一杯なんだから余計なことしないだよ。今日はお疲れ様。ついてきてくれたおかげで予定より早く終われたよ。資料のアップデートは週明けにでもゆっくりやっていこう。鈴木くんこそいろんなところでプロジェクト概要を説明して今日は疲れたでしょ。しっかり休んでね。ありがとう。ところで聞きたいことがあるんだけど、彩香って名前知ってる？え、待って、なんで鈴木くんがその名前を？今日帰りに会社前で女性に声をかけられて、話してたら君の妹だって名乗ってたんだよ。その彩香ってこの子だった？あー、そうそう、髪型は少し違うけどこんな雰囲気だった。あ、着てるコートが同じだ。
ごめん、彩香は本当に私の妹なの。やっぱり妹さんだったのか。こういうのもなんだけど、なんていうかそのあんまり似てなかったからピンときてなくて、もし不審者とかだったら君の名前を出したから君にも被害があるかと心配だったんだ。忙しい時期に本当にごめんなさい。実は1週間前に外回りした時に鈴木くんと私が一緒にいるとこを見たらしくて、その時から連絡先を教えろって言われてたのよ。もちろん教えてないんだけど、あの時か、余計なことしないでって忠告したんだけど、本当に会社の前で待ち伏せしてたなんて。妹が迷惑かけてごめんなさい。何かされなかった？いや特には。連絡先を渡されたくらいかな。夕飯も誘われたけど予定があるからって断ったし。そのまま無視してくれていいわよ。妹さんってだいぶ前に聞いたことあるあの子だよね。居酒屋で愚痴ったことあったわね。そういえば今になってなんとなく理解したよ。あの子自分が美人だって思ってて、世の中は自分中心に回ってるって本気で思ってるのよ。今だって彼氏がいるのに鈴木くんに目移りしてるし、これ以上あの子にあなたの情報を渡すつもりはないけど気をつけてね。多分鈴木くんの経歴ってあの子の大好物だから。経歴が大好物？幼稚者から有名なお金持ち校で育って、大学も名門出身で、今だってそれなりにビッグネームの会社でエリートコースを歩いてるでしょ。そんなすごいものじゃないよ。学校とかは両親のおかげだし、ネームバリューもある上に高身長のイケメンで、まさに妹の理想のタイプなのよ。だから本当に気をつけてね。何かあったら私に相談して。大丈夫、ほら半年だけの我慢と思えば。そういえばそうだったわね。それにまだ会社しかバレてないし、こちらから連絡しない限りすぐに諦めると思うし。だといいんだけど。まあ用心するに越したことはないよな。なんせ今大事な時期だし。そうよ、何かあったら私がちゃんと証言するから。何もないことを祈るよ。お姉ちゃん、やっほー。今日って誕生日でしょ。プレゼントあげよっか。プレゼント？嫌な予感しかしないからいいわよ。それより暇さえあればうちの会社前で彼のことを待ち続けるのはやめてくれる？彼ったら忙しいんだもの。私の方が時間もあるし、一緒にいる時間を増やすために言ってるだけ。彼に連絡先渡しても連絡来なかったんでしょ？それが答えだって気づいてないの？何の答え？そもそも彼はエリートだから忙しいし、私に連絡できなくても心がつながっていればいいのよ。そこまで思い込めるのってある種の才能ね。周りに迷惑をかけるのはいただけないけど、ていうかあなた彼氏はどうしたの？他の男にうつつを抜かすなんて彼氏からしたらいい気分がするもんでもないでしょ。彼氏？何の話？は？あやか彼氏いたよね。彼にアタックするのに彼氏がいるなんて失礼なことするわけないじゃん。あんなアルバイターの貧乏男サクッと振ってやったわ。アルバイターの貧乏男？だからこうしてお姉ちゃんに連絡してるんじゃん。どういう意味？わざわざ彼氏と別れたって連絡してきたってこと？違うわよ。お姉ちゃんのタンプレにしようと思って元彼にお姉ちゃんの連絡先教えておいたから。留守なお姉ちゃんには低収入の彼氏で十分。タンプレ代わりに私のお振る元彼をあげるね。いいの？ありがとう。え？マジ？こんなことで喜ぶわけ？っていうかアルバイトの男でありがとうとかどんだけ男に飢えてんだよ。彩香は何も知らないみたいだからこのまま黙っておくわね。こちらからもご連絡したいから、私にも彼の連絡先教えてもらってもいい？いいよ。お姉ちゃんは私に協力してくれなかったけど、私はお姉ちゃん思いのいい妹だから喜んで教えてあげる。でもこれでちょうどいいね。アルバイトしかしていない低収入の男と一応いい会社に勤めるキャリアウーマン、私の元彼、お姉ちゃんの紐になるとかウケる。紐ね。本当に紐になるかどうかはきっと数ヶ月もすればすぐにわかるわよ。せいぜい私の元彼と仲良くね。私は私で本腰入れでエリート会社員を仕留めにかかるから。努力じゃどうにもならないこともあるって知るチャンスね。お姉ちゃんと違って私は美人だから余裕です。
ちょっとお姉ちゃん、彼がいなくなったんだけど、ここ1週間彼出勤してなくない？今更気づいたの？鈴木くんなら海外転勤で引っ越したわよ。海外転勤？ヨーロッパの方にね、もともと内情は出てて、私と一緒にやってたプロジェクトが一段落したら行く予定だったのね。本当はもう少し先の予定だったんだけど、思ったより早く片付いたから一足先に転勤したわ。嘘でしょ、ヨーロッパいつ帰ってくるの？出張じゃなくて転勤だから、少なくとも3年は向こうでしょうね。3年も？だから彼、付き合ってた彼女にプロポーズして一緒についてきてほしいって結婚したし。結婚？ちょっと待ってよ、彼女なんて聞いてない。だからあなたじゃ無理だって言ったでしょ。努力したって無理なものは無理なのよ。結婚してヨーロッパ転勤なんて無理ゲーじゃん。私のエリートとの結婚の夢が崩れていく。どうしてくれるのよ。どうしてくれるって私は知らないわよ。最初から彼のことは紹介しないって言ってたでしょ。勝手につきまとうのもやめなさいって忠告したのに、会社前で待ち伏せして連絡先を渡したのはどこの誰？彼女いるとか転勤する予定とか知らなかったし、まあ、彼女いても私くらいの美人を彼が放っておくことなんてないと思うけど。実際は放っておくどころか気にもかけてなかったけどね。ふざけんじゃないわよ。私を誰だと思ってるわけ？私と付き合いたいって男は世の中に5万といるのに、そんな中でも彼を選んでやったのよ。それなのにこんなのあんまりだわ。裏切りよ。勝手に裏切られたくせに。もういい？彼はもう日本にいないし、その理由も説明したし、私に用はないわよね。今からある人と食事をする約束をしてるの。はぁ、妹が落ち込んでるっていうのに慰みの一つもないわけ？あんたの食事なんかより私のフォローの方が大事でしょ。悪いけど大事な食事なの。どこの誰との食事か知らないけど、私の方が大事でしょ。あなたの元彼とそのお父様との食事よ。ちょっと待って、お姉ちゃんマジであのアルバイト低収入男と付き合うわけ？しかも父親と食事って、もしかしてぶっすぎて他の男に構ってもらえないからってめっちゃ妥協して彼に決めるつもり？妥協なんてとんでもない。彼はもっとすごい人なんだから。そんなわけないじゃん。ブスと低収入の妥協結果、なんか元気出てきたわ。自分より低位の人間見てると。っていうか、あの低収入男は義理の兄になるとかマジウケる。お姉ちゃん、結婚式は期待してないから呼ばないでね。恥ずかしすぎるから。安心して。彼とあなたをまた会わせるつもりなんかないから。それじゃあ食事があるから、これで失礼するわね。大事な食事会の最中にスマホをいじるなんてマナー違反だもの。はいはい、せいぜいお幸せに。お姉ちゃんって私の元彼とまだ付き合ってる感じ？お付き合いはしてないわよ。え、マジ？じゃああいつの連絡先教えて。なんか連絡先変えたっぽくて繋がらないんだよね。自分で振った男性のところに戻るの？エリート会社員逃したから別の男を捕まえようとしたんだけど、なかなか彼氏できなくてさ。バツナギでも何でもいいから顔だけは好みの元彼とより戻しておこうかなって。少ないバイト代で一応デート代は払ってくれてたし、結婚するつもりはないけど今だけ楽しむ相手ならありだしね。無理じゃない？彼今ものすごく忙しいもの。お父様が経営する会社に就職して、お父様の後を継ぐために勉強と仕事であなたに構ってる余裕なんてないんじゃない？え？お父様が経営する会社？就職？後を継ぐ？何言ってるの？本当に何も知らないみたいだから教えてあげるけど、彼めちゃくちゃお金持ちの御曹司よ。は？だってアルバイトだったじゃん。どこにでもあるレストランチェーン店で働いてたじゃん、学生と一緒に。そのレストランチェーンを手掛ける大手のグループ会社のトップが彼のお父様なのよ。え、嘘だよね。本当よ。就職してお父様の後を継ぐための仕事と勉強する前に現場を見ておきたいからってアルバイトとして働いてたらしいわ。就職することは先月から決まっていたんですって。聞いてない。その話をする前にあなたが一方的に振ったんでしょ。それじゃああいつ超お金持ちだったわけ？そうね。お父様が引退されたらあのグループ会社をまとめる人になるわけだからね。
玉の輿の玉の輿じゃん。お姉ちゃん付き合ってないなら私がヨリ戻しても問題ないよね。あなたとはヨリを戻さないって明言してたけどね。なんで？彩香は狩りを捨てて私の同僚にアタックしてたことを知ってるし。しくったの？私じゃなくて鈴木くんがね。はぁ？あなたの元彼は孫うことなきお金持ちでしょ。私の同僚の鈴木くんも裕福なご家庭出身で、そんな裕福な子供たちが通う学校なんて大体一つになるでしょ。まさか元彼とエリートは知り合いだったの？知り合いどころか幼稚舎から高等部まで一緒の幼馴染らしいわ。そんなバカな。だから筒抜けってわけ。彼は彩香とヨリを戻すことを望んでないし、縁を切るつもりで連絡先もブロックしてる。それだけよ。なんでそんなことまで付き合ってもないお姉ちゃんが知ってるの？お付き合いはしてないけど仕事上でお付き合いしてるから。どういうこと？私の会社は新規事業でどうしても食品を扱う会社とのコネが欲しかったのよね。だから食事会という名の接待をして、仕事上のいいお付き合いができるよう私がパイプ役になってるのよ。まさか彼と父親との食事会って仕事のための食事会？おかげで今はいい関係を築けてるわ。連絡先を教えてくれてありがとう。遠回りしなくても済んだから助かったわ。じゃあ私のこと伝えて。やっぱり彼じゃないとダメだって気づいたって。元彼とよりを戻したいの。可愛い妹のために一肌脱いだよお姉ちゃん。悪いけど私にとって今は仕事が一番大事なの。その仕事の支障になりそうなことはしたくないのよね。支障って？あなたの話題を出すこと。そういうわけだからしばらくは距離を置かせてもらうわね。ってことでこっちもブロックするわ。改めて言わせてもらうわね。彼を紹介してくれてありがとう。仕事も順調にいき、私はしっかり出世コースに乗ることができたので、妹の暴走に少し感謝しています。その後妹は元カレを諦めきれず、彼の住んでた家に行くものの、すでに就職して会社近くのマンションに引っ越していたので、元の家はもぬけの殻。会社前でハローにも大きな会社なので人が多すぎて結局見つからず、未だに妹は元彼との再会を果たしていないとのことです。彼がもうすでに見合いでいい人と巡り合ってるってことを彼女はいつ知ることになるんでしょうかね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。